今日世界で一番イライラしてる男だと思うんですけど、なんだろうね。まあ、とにかく、今日ここに来てくださった人たちは、要するに、今風の言葉で言うと、クリぼっちの人でしょ。まさかね、恋人と聞いてる人はおるまいという体で放送しますし、そういった方々は一切無視して今日の放送を1時間進めたいと思うんですけれども、もう今日はね、傷を舐め合うし、僕、ひも手の星として皆さんにね、ちょっとストレス解消の手段用意してきたんで、かげろう知ってます。まあ、とにかく始めてみるか。まあ、男とね、今、女が。もうすでに、これ私です。これ私。魔女ね、魔女。今日赤いの私ね。これ、男ね、今日ね。そしてこれ公園、そして、もうすでにカップルたちが、これほら、もう我が物顔で公園を占拠してるでしょ。これを排除しなければ、公園の正義、そして平和はないということですよ。さあ、その前にまずマップ、これついてくるんだよ、こいつら。バカだから。こいつらね、今下半身でしか物考えてないから、僕に対して直線的に突っ込んでくる。まずマップを見よう。私は時間を止められます。バット持ってるね。やばいやばい。下半身のバットも持ってるし、右手にバットも持ってるわ。これね、罠を置けるんだけど、まずこの公園、遊具がいっぱいある。その一つ一つに使って、このカップルに、手痛い一撃与えていきたいね。お前らの場所じゃないってことを、この遊具で一つ一つ肉体に味わわせていきたいね。わかる？なんかやってるぞ。なんか投げてきたよ、これ。こっちキックでこのブランコに押し付けたい。危ない。バットが私のヒットポイントは左下です。乗れ。あ、乗らないね。あ、こっちが乗った。あ、逆にいいぞ。逆にブランコの恐ろしさがカップルに。これです。さらに私のダイビングがやばいかやばいか。死ぬカモン。はい、これです。あ、これは情けない。これは情けないぞ。いやいや、これ最高だな。この女も追ってこうな。お、こっち側、こっち側、なんか投げてくるね、こいつね、さっきからね。こっち側、これいけるね。なんでだこのゲーム。なんでフレンドリーファイヤーすんだよ。やばい、ヒットポイント台をなんとか使っていかなければいけない。蹴りで押していこうぜ。滑る、ほら。あー、滑った。私もこの股間で私の攻撃を。なんか羨ましくなっちゃったな。可愛いからな、プレイヤーは。違うよねいろいろ違うよね。私もじゃないよね。それ嬉しいよね。男の方もこんなボンキュッポンの大玉転がしいく、まあ、本気出していくわ。そろそろここで転がせば下のやつ全滅するでしょ、うん、シンプルにいこうよ。シンプルに私ここにいれば大丈夫かな。大丈夫かな。で大玉転がしあ、2つ目。あ、全然ダメージ入んないな。なんだこれ。ダメージ入ってるっちゃ入ってるな。女の子もう死にそうだね。まだまだ次の遊具があるぜ。こっちへ来な。待って、私も死ぬぞ。これ私も死ぬぞ。まず女の子もう用済みだから、もうやっとこうよ。男と楽しもう。女用済みだろこれ。ほかよしこい。よし死ねよしバカこのこの野郎見せつけてんじゃねえぞ。よーしバカだな。公園で遊んでっからよ。ダメだよほんと。やばい、男怒ったって。これ避けてここでパンプキン私の方が死んだ。もうこいつの下半身はもうダメだ。さらに何かをしたい。ここで大玉転がしできないのか。どうすればいいんだ。頭を使わなければ。バナナの皮を外せ。バナナの皮を一度外す。はい、外し、ここに大玉転がしを乗っけて頭を使うんだ。違う、花瓶は後にしてスプリングフロアを、だから一回跳ね返すボールを。意外にいけるんじゃないか。けるはずだ。私の IQ180 のまずボールを落としてさ、すぐにこう、わあやったできた頭の差でしょう。もう3番に始めて、はい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 、ここに大玉転がしして、ですぐに弾いて、何わかんない、もうわかんない。これはなんだ、消火栓か。どうやって使えばいいんだ。来るぞ敵が、敵が来る。何かではめよう。ベアトラップ、いや使えません。待って、ウォッシュトイレがある、ウォッシュトイレがあるぞ。気をつけろ、ウォッシュトイレがある。こうでしょ、ウォッシュトイレ、ベアトラップ、ここで止める。そしてどうすればこれは使えるんだ、わからん。どうすれば使えるんでしょう。何をやれば使えるんだこのアイテムは。鉄胆アロー、デルタホース、さらし台。懐かしいね、そのアスキーアート職人みたいなの。見てる、僕が見てるよ、ちゃんと見てるって。職人に負けてる。ありがとね、盛り上げてもらっちゃってすいません。こいつ殺すわ。まずどこ行った。うわ、微妙。くるトイレだ、入れ、いけいや素晴らしいさらに出てきたところにはいはいはい、もう一回トイレだ、行けさ、さら永久コンボだ。いいよ、ここに落ちてくんだね。つうことはね、明日以降中岡消えるかもしんないちょっと我に返ってきたかもしんない。ギルティーランスでさらに中岡の股間に波状攻撃を仕掛けるか。ギルティーランス仕掛けていく。ここでしょ中岡、ここだな。お前の股間にさらなる波状攻撃をポイントきてやって、はいはい、でさらにギルティーランス私の方が悪夢を見るなんて。蹴りで殺された、なんで最大者に負けたんだ。なんか放送の趣旨と違うぞ今日。因果応報、 HP 見てなかったわ。てか相手の HP 高すぎたねこれ。